薬を飲むタイミングの食感というのは、ご飯をむしゃむしゃ食べながら薬も飲むと思っていたにゃんこです。そうか、食事と食事の間の時間やってんな。人間のルールややこしいわ。はい、今回の動画はエリコさん50代女性のチャネリング後編になります。前編ではワンネスにエリコさんが溶け込んでいく映像が出てきました。この後編ではそのワンネスのシーンからエリコさんの質問、ご両親の介護問題へのメッセージが出てきます。エリコさんが離れて住む介護が必要なご両親にできることとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。今ね、ワンネスの中に溶け込んだでしょ、さっき。で、そっから天使の形してパッて出てきて、ワンネスの方に向かってバイバイってして飛び出しました。で、今地球の方に向かって飛んでます。地球の表面のとこまで来るでしょ。そこまで来ると家がいっぱい見えるから。エリコさんが何かしようとしたん。やっぱ地球の表面上ってすごい大変。苦しいのが来た。いっぱい問題あるから。物理的に体があって、魂がそこの中に入ってて、すごいやっぱり摩擦みたいなのが起きるから。すごい大変なのがいっぱいある。で、なんかその表面の近くまで来たんですよ、エリコさんが。で、戦士やからなんかスティックなんか右に持ってて、何かしようとしたの、戦士やから。でもね、なんか表面上はもう苦しみばっかし見えるんですけど、今。大変さとか、そんなんで覆われてる地球みたいな感じで。あまりにも辛い。あまりにも苦しい。から、天使のエリコさんが、はぁーって言って、どっから手つけていいか分かれへんみたいな感じ。あまりにも差があるから、あっちの世界とか今のこの苦しみの世界、また違う方に飛んでって、今山に行きました。川が流れてて、そんな大きな川じゃないんですけど、すごいもう癒しですよね。はぁーってしてます。岩の上に座って、で、ここはまあね、癒しあるから、緑もあるし、顔もあるし、エネルギーみたいなのがあるから、牛の上でも避難所みたいな感じ。だから、そこで休憩してる。街に行くと人がいるから、ここはもう本当に苦難しかない。それがね、学びなんですけど、そこに行けないわ。いや、岩の上に座ってるかな。で、そのスティッキをこう、振ろうとするんやけど、って言って、振ろうとするけどやめる、みたいな感じかな。その苦難の中で、その心の状態に持っていくのが修行みたいな感じ。どうしても三次元の問題が出てくる。質問みたいに、まあ、介護が。この人がこの人を介護しないといけない。でもそうやってみんな頑張ってるけど、その人の心の内なんか分からへん。自分がどうやって汲み取ってあげたい、できることはしたい。もう実際問題、その人が何考えてるのかなんか分からへんし、それがこの世界なんですけど、物理的にいろんな問題が起こって、精神的な問題もあって、それを対処する、それにも時間がかかったり疲れちゃったり、そうやって対処してる時にも違う問題起こったり、だからもう、本当にトレーニングセンターというか、次々起こる。で、しかも一個一個難しい。テレパシー使えるわけでもないし。その中で、さっきの、その心地いい状態になるっていうのがすごい難しい。心地いい世界で心地よくなるなんて当たり前やから、このいろんなものを対処しない、できない中、三次元のことだけにとらわれず、物理的なこと、人間関係ももちろん含め、それに対処しながら、かつ、あの心地いい状態になる。すごい難しい。混乱しますよね、これ。そっち分かってんのに、三次元もちゃんとやらなあかん。で、分かってるからって別に切れ橋できるわけじゃないから、やっぱり、普通の人と一緒でやらなあかんから、
だからそこのね、問題が別に簡単になるわけでもないし、簡単にクリアできるわけでもないし、他の人に有利なわけでもないし、だから結局やらないといけないのは一緒なんですけどね。その感覚を知らない人と一緒で。向こうの感覚を知りながら、この問題をすると余計に、なんていうのかな、イライラするっていうか、余計に大変さがわかる。三次元しかわからへん人って、こんなん当たり前やから。人の気持ちを知られへんなんて当たり前。だから、それは当たり前のようにやってるけど、でも、向こうの感覚を知りながら、これをやるって余計大変。向こうやったらこんなん絶対簡単できんのに。何をこの人が求めてるかとか、この人は本当どう思ってるかとか、うん、口ではこんなこと言ってるけど、本当に辛いなここなんだなとか、そんなん向こうは全然わかんのに、覚醒しないでこの世を生きるのと、覚醒して生きるのとでは、大変さが違う。私ね、覚醒して生きる方が、得してんのかなって私は思ったんですよ。楽してると思ったんですよね。この楽さを知ってんのに、これをやるっていうのが逆に大変なんやなって今思った。あー、へー、私も思ったことなかったそれで。まあ楽っていうのもちょっと表現が大変ですけど、楽を知った上でのこの問題を解くというところに、ゆこさんの課題試練というか、うん、同じトレーニングセンターやのに、コースが違うみたいな感じ。その延長上で、さっきの介護問題が出てくるかな。まあ、そのご家族が、エリコさんの前にいらっしゃって、エリコさんが座ってるんです。で自分がどう動けばいいのかな、っていうのを考えてて、妹さんの手を取ったんですよね。で、手をちょっと上げて。でも、その、妹さんの手を取られてるのが分かれへんみたい。気づいてないみたい。で、またそっと戻すんですけどね。どうしてあげたらこの子楽になるのかなって。やっぱり、その、一緒に住んでる分、自分よりもきっと見えてるとこが多いやろうし、一緒にやってるとはいえ、視点がきっと違うから、だから自分も気づいてない。しんどさとか、やっぱり家族やから、こう心配させないとかね。なんかいろんな思いがあって、見えてない表面上やから。でもね、今見えてる妹さんがね、そんな笑ってないんですよ。ちょっと斜め下向いてて、ちょっと難しい顔してます。お母さんがお父さんの方なんかしてはって、で、それを見てるエリコさんが考えてて、エリコさんがそのお父さんとお母さんを指さして、あーこうなってるよって言ってる。渦中にいるとわからないけど、ちょっと遠いから、あーこうしたらいいんじゃないかなみたいな感じで見て、それを妹さんに言おうかなみたいな感じで言う。妹さんが気がついて、あーって驚いて、お父さんとお母さんとかに駆け寄って、手を添えてます。まあ、3人でも固まってるんですけど、それの3人を、多分想像上だと思うんですけど、エリコさんがこう抱きしめてる感じ。やっぱり家族やし、気持ちの上では、愛で包むっていう感じ。やっぱりみんな大好きだし、エリコさんが3人一遍に抱きしめてるみたいな感じかな。なんかすごい今もどかしい。エリコさんの中ですごいもどかしい。だって、向こうの世界は差がないわけですよ。他人とも自分とも。何にも別に思い悩むこともないし。だから気持ちを押し量るってこともしなくてもいい。でも今は真逆やから今これ。距離もあるし、すぐに手出せるわけでもないし、みんなそれぞれのね、立ち位置があるから、みんな大変。大変さも違うやろうし、でも今ちょっと距離があるから、その人たちと、隣にいたらもっと汲み取れたりすると思うんですけど、物理的に体もあって、その上距離もある。だから難しい。差が激しいな。さっきのワンネスと、この今の状況
なんかね、えりこさんがちょっと無力感を感じてて、こうしてあげれる限度がある。もうしょうがないですよね、これはね。でもね、で体あるし、距離もあるし、やっぱ物理的に遠いですから、やっぱりどんだけその家族をこう包み込む愛を、えりこさんがね、持ってても、それを実際にじゃあ何をしてあげれるかって考えたときに、限度がある。で、向こうの世界とこっちの世界では差があるから、この世界とさっきのね、船の上にいたみたいに、パって思ったものがバン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 出てくるわけですよ。魔法みたいに。ちょっと念じてその人の近くに行けるとか、なんだってありな世界。もうこの3000円でそうじゃないから、近くに行こうと思ったら、やっぱり交通機関使ってね、長い時間かけて、体力も使って、お金も使っていかなあかんわけやし、傍から見て、ここちょっと、こうしたらいいんじゃないってなったとしても、実動で動くのは妹さんやし、だから、本当にその、こんな仕組みが分かってるけども、分かってるからこそ辛いんだもんね。余計に辛い。だからね、今なんか、えりこさんの気持ちがすごいちょっとしんどくて、こう、やってあげれない、まあ、できてないのがしんどい、みたいな感じ。だから本当はもっと妹さんの力になりたい。月に1行くだけでもすごい大変やと思うんですよ。それでもやっぱりね、物理的に負担がかかってるのはやっぱり向こうの人たちなわけやろ。やるしね、まあ、一緒に暮らすほど自分ができてないっていうところだからこそ、もっとあの人たちの気持ちを分かって、遠くからでも離れてても、もっと何か自分はできることがあるんじゃないか、だから汲み取りたい、それが分かればもっとピンポイントに助けができるから、だから、まあ、助けたいっていうか、それ一心ですね。それができてないと思ってるから、ちょっとしんどい。大事な人がすごい大変な状況なのに、自分が思うようにやってあげられないから。だから、ちょっと今、エリコさん泣いてるんですけどね。その状況が海の底に似てる。海の底にいた時は、助けも来ないし、暗いから、何のしようもないから、そこでうずくまってたんですけど、それが今とちょっと似てるかな。無力というか、自分がやってあげれない辛さっていうので、泣いてて、で、さっきまでそのお父さんとお母さんとかの方を見てたんですよ。でも、こういう距離があってね、自分がやりたいのできないじゃないですか。そのしんどさがずっと、エリオさんの中にあって、それがこうちょっと蓄積しちゃって、エリコさんが家族の方に背中を向けたんです。くるってして。で、泣いてる。さっきの海と一緒。無力感すごい暗くなってて、じーっとしてて、今泣くもしてないんですけど。でも、エリコさんには経験があるって。これ初めてじゃないから。こうなるのが。一回海でやってるから。エリコさんは、すごく、なんていうのかな、聡明っていうか、ちゃんとしてるっていうか、海の中でもね、貝になりながらでも分析したでしょ、自分がここにいるって選択してんねんなとかね。この世界自分が作ってんねんなとか。そう思えば全然海の上に来たんやなとか。そういうのを、貝になりながらもちゃんと分析できたんですよ。そういう、なんかね、聡明さがある。エリコさんには、今、ご家族に背中を向けて、貝みたいに黙ってるんですけどね。ここでも、みんなそこ見て、同じように考えてます。これは、似てるなって。海の底にいた時も、自分ではもうどうしようもないと思ったんですよ。助けも来えへんし、もう知らん世界から散策するのも怖いし、サメが来るかもしれへんし。でも、ってたはそうじゃなかった。今の状況が、相手だけど、物理的にもどうしようもないって思ってたけど、まあ、そうじゃないんかもなって。そんな考え方やなって。あの時、自分が
上に上がれへんと思ったけど、泳いで上がったら海の上に行けたでしょ。それと一緒なのかもしれへんなって今思ったみたい。考え方が切り替わったみたいな感じかな。まず立ち上がりました。で、また今度、くるって、ご家族の方を向いて、何してんやろ。なんかね、これも、エリクさんやる気なんですけど、机の上に何があんのかな？書類みたいなんかな？なんか施設とか考えてます？施設はね、もう本当に最終段階ですよね。いや、なんか施設探してるんちゃうかな、これ。なんかね、机の上にいろんな資料があってね、でお金の計算もしてるんですよ。うん、そうそう。なんかね、やっぱ物理的に向こうに行けない。どこでもドアあるみたいに毎日行けないから。だから、今自分ができるのはこれかなって。で、調べてるみたい。その妹にも妹の人生がある。ずっと介護させて、お風呂気にも行かへんし、お父さんとお母さんも、いつまでお互いに介護するみたいな、そのお母さんもお父さんも介護するっていうのが可能なのかどうかも分かれへん。認知症の度合いかってどうなるか分かれへん。すごく先行き不透明な3人なんですよね。これは何年続くか分かれへん。本当のこと考えたらね、これがね、例えば10年、20年続いて辛いわけですよ。だから、探してると思います、今。私にできるのはこれ。視点を変えて。今までどうやって自分が、物理的にね、妹の負担を取ってあげるかとかね、できる限り負担を減らすとか、そういうことをこう考えたんだけど、それには限界があるから、もう変える？みたいな感じで調べ始めた。それはそのすぐとかじゃないかもしれへんけど、言われてすぐに見つかるわけでもないし、もういろんなパターンを考えて、お金の問題もあるし、それを今前向きに調べ始めてます。で、緑の多いとことか、あ、ここはすごく丁寧に扱ってくれるんかなとか、まあ、いろんなね、事件とかもあるから、そんなん嫌やし、それで前もって避けれるリスクってあるから、それは離れてても全然できるし、逆にそれは妹ができへんから、妹さんはもう手いっぱいあるし、家中にいる人と外から見てる人の役割違うと思うんですよ。さっきの外から見てるから今危ないって言って妹に教えてあげるっていうのはできたでしょ。それで実装舞台で動くのは妹やったけども、だからその周りにいるからこそ見えることもあるから、今できるのはこれやなと思って、パンフレット見て、お金の計算して、で、一個一個やっぱり調べるのすっごい大変やから、まあ、数もあるやろうし、空きもあるやろうし、その特徴、立地とか、配布とか、何を重視してるとかとか、お父さんとお母さんの状況と、その施設の受け入れの度合い、どんなぐらいの度合いの人を受け入れてるとか、そういうのもあるやろうし、ちょっと調べたらすぐ出てくるとかじゃないから、こういうのって。だからそれをすごく調べ始めてます。だから、それができるのは、今の中では、こう、エリコさんだけなんですよね。それも愛。実際に自分が、こけたら、助けてあげるとかね、ご飯を作るとか、買ってくるとか、もちろんそれだって一つの助け、やり方やと思うけど、でも、こうやっていろいろ調べるのかってもちろん愛やし、そういうやり方かってある。さっきの海と一緒ですよね。自分の世界はこうやと思ってたけど、それ以外のとこから見るっていう変化ってあるじゃないですか。自分が実際に手を差し伸べる妹みたいに。だから、月に一回行くとかやってたけど、そうじゃなくて、違う方面から手助けすることができる。周りにいるからこそ見えるところがあるみたいな感じ。お父さんとお母さんの特徴も分かってらっしゃるやろうし、これはちょっとこの人たちに会えへんなとか、これやったら喜ぶかなとか、見たら弱いところの方がいいかなとかね。そういったのを分かってるのはね、エリコさんやから、
そんなのを考えながら一生懸命探してる。それは今エリコさんしかできへんねと。で、今それを泣きながらやってます。人任せにするっていう風に思っちゃうみたい。やっぱり自分がしたいよね。ごめんなさい。やっぱり自分の親やし、いっぱいそんな、ね、愛情かけてくれたわけやから、いろんな思い出もあるし、妹がやってくれてるみたいに自分がやりたい。うん、だけどそれが愛やと思うし、絶対近くにおったら絶対やるし、今だってそんな気持ち全然あるし、うん、家族からいろんなことあったかもしれへんけど、やっぱり困った時は自分がやりたい。ご飯が食べられへんって悩んで食べさせてあげたいし、買ってこられへんか買ってきたいし、そんな全然できるから、それが家族やと思うから、うん、人の愛は全然エリコさんにはあるわけやから、本当やったら自分がしたい。だからその差がある人は自分がしたいのに、今施設を探してるんですけど、机の上でね探してるんやけど、本当はしたいのは自分がしたいから、その差、ためを持ってやってんのに自分の本意ではないっていう意味、うん、その辛さ。でもこれしかできへんから、今のベストだからね、ごめんねと思いながら探してる。でもこうやって探すのかって本当は愛やから、エリコさんが思ってる形じゃないかもしれへんけど、うん、だからこうやって泣きながらパンフレットめくってるかな。これはお母さん喜ぶかなとか、でも今の現状これが自分ができることやから、やってんのは愛やねんけど、ごめんねとめながらやってる。愛っていろんな形があるから、エリコさんが思ってるように、妹さんみたいに、本当に自分が一緒に住んでるみたいに、介護というか、足りへんところをね、やってあげたいかもしれへんけど、でも、これ買ってあやから、いろんなやり方がある。だから、その、ごめんねと思いながらする必要はない。人任せにするっていうのは、決して放棄してるわけじゃなくて、さっきのね、海の世界が全てじゃなかったみたいに、自分が思わない、もっと大きな視点だってあるんですよ。これも一緒。こうやって自分でが物理的に家族をこう助けるっていうのが、自分は、すべてやと思ってたけど、もっと大きな視点で違うやり方だってある。それもあり。だから、ごめんねと思いながら選んでる。それをなんか言い聞かせながら探してるんですけどね。泣きながらやってるんですけど。やってるのはみんなのためなんです。妹のため、両親のため、やってるんですよ。でも、すごい罪悪感みたいなのがある。でもこれは、さっきと一緒、エリコさんがそう思わないといけないってことかな。自分の思ってる世界のもっと外に視点がある。自分が何かするっていうのが愛だと思ってるけど、違うやり方だってあるよって。これを受け入れることこそが、エリコさんがあの海の底から上に上がる方法やって。海の底で、自分はもうどうしようもない、上がる方法がないって思ってたけど、考え方変えて海の上にパッて来れたでしょ。あれと一緒、今は自分が物理的に何もできないから、あの海の底に貝のように丸まって何もできへんなって思う状況にすごいよく似てるんですけど、考え方によっては全然海の上に行けるんですよね。それが何かというと、自分が物理的に妹さんのように何かをやるっていうことだけがやり方じゃないよって。そのお世話はね、まあ、いつ入るかわからないですよね。実際入るかどうかも知りませんけど、お世話をね、その施設の方に頼むかもしれへん。でもそういう幸せ方あるかもしれない。それでお父さんとお母さんがハッピーやったら、いいわけだし、実際に妹がしなくても、ね、妹さんがしなくてもね、
実際のお世話を他の人がやるとしても、その会いに行くとか、何か足りない時に何かを持っていくとか、そのお金の工面とか、その財産の管理をするとかね、その残った包丁処分するとか、なんか、まあ、何か物理的なことがあったとして、それをするのもまあ愛やし、実際にその横にいて全部お世話をするっていうことだけが愛じゃないかな。その気持ちを切り替える愛の形が、自分が思っている、自分のやり方に固執してるのかな、それ以外のやり方だって愛やから、それをちゃんと自分が受け入れるっていうことで、さっきの海の底から上に行ったみたいに今回も上がれる。自分が思ってるやり方だけが愛じゃないと。今泣きながら施設探してるんですけど、これも愛ですよ、うん、裏切りとかそんな見捨てるとかそんなんじゃなくってね、でもやっぱりそこを抜け出す鍵やっぱり自分の中にあって、自分が解放する。ひでこさんがお父さんとお母さんのためになりたいって思うのと一緒で、お父さんとお母さんがあって、ひでこさんが苦しいのは辛いわけですよ。やりだるんできない、やれることをやっててもそれも辛い、そういう思いでいるのはやっぱお母さんたちにもやっぱ不本意やろうし、結局はでもね、両方幸せにならないといけないから、お父さんとお母さんの幸せをエリコさんが思うみたいに、お父さんとお母さんの幸せかってエリコさんの幸せなわけだから、もちろんね、望み通りに近くに行って介護できたら、まあ万々歳なんだでしょうけど、助かるエリコさんも、まあ、気が済むわけじゃないですか、自分がやってるわけだから。でも今それは叶えへんわけだから、両方ともハッピーになろうと思ったら違うやり方をしないといけない。それでも幸せになれるから、でもできるでしょって言ってる。線の切り替え、幸せって一つじゃないから、全部考え方、視点を変えればどうにでもなるこの世界は。でもそれはできるって。で、今、リコさんが、泣くのやめて探し始めました。もうちょっと自信を持って、施設を選び始めたかな。今は、これをちゃんと選んであげることこそが愛やって思うから、しかも、こうやったら喜ぶなっていうのは分かってるわけやから、他人が誰が選ぶよりも、やっぱりその人に合った特徴があるところ、これはやっぱりそのエリコさんが熟知してるわけやから、それを見つけるのも愛やなって。でそこで穏やかに暮らしていける。でそこでお友達もできるかもしれへん。お家でいて娘にね、気兼ねなく頼めたりするのもそれはそれで幸せかもしれへんけど、そこの施設に行っていろんな人に囲まれて、いろんな人と喋って楽しい時間を過ごすっていうのも一つの幸せやし、娘たちができないようなレクリエーションもあるかもしれへんし、ご飯買って栄養考えられたものとか、何かあった時に対応してくれるとか、そういったもののことを考えれば全然そっちの方が有利ですよね。視野が狭くなっちゃうっていうか、会う人がやっぱり減るというか、関係性を作る人数が圧倒的に違うから、もしかしたら娘ですごい有利な点はあると思うんですよ。気がないとかね、ずっと住んでる家で入れるとか、まあ、そういうのはあるけども、でも施設は施設でプラスは絶対あるから、なんでか知りませんけど、今お母さんの方が見えるんですけど、お仕事やってらっしゃいます、他の人と喋ってたり。でそこにエリコさんが来て、私の見てる今映像でもう入居してるんですけど、お母さんの方しててんの、なんで お父さんがいないかわからないんですけど、でお母さんめちゃ楽しそうにやってて、でエリコさんがちょっと暗い顔で来るんです。だってかわいそうだと思ってるから、ケースに入るのか、まあ、言うたらはあれですけど、上捨て山みたいな感じなとこに入れちゃったみたいに思ってるから、すごい暗い顔でエリコさんが来るんです。ごめんねみたいな感じでお母さんに話しかけるんです。で手を誘ってね、苦しいことないって、辛いことないって、
だって今まで外で住んでたようなお部屋じゃないし、すごい違和感しかないんじゃないみたいな感じ。慣れてないから。病室みたいな感じやし、お家とは違ってね。ごめんねって。こんなことをお母さんにしてごめんねって。言って泣いてるんですけど、そんなことないよってお母さんが言って。そういうところに幸せはないって。一般的には、そのずっと慣れてる家に最後までいるっていうのが幸せやと思う人もいるかもしれないけど、私はそうじゃないと思うって。どんなとこでも幸せになれるし、笑ってるのが一番よって。だからあなたも笑いなさいって。あなたが私のことでこんなに思い悩む必要はないわって。私が、あなたを自分から遠くにやるってなった時があって、やっぱり心配やったって。やっぱり母やったら、子供が何かあった時にすぐ手を出したいって。近くにいたら、その子が落ち込んでる時があってすぐわかるし、そういう時に分かったらね、ちょっと食事に誘うとか、その変化を感じてね、何か手を出せた。だから、あなたの気持ちはすごいよくわかるって。なぜあなたを送り出せたかっていうと、それはあなたの力を信じたからよって。自分から遠く離れても、生まれ育った土地を離れても、あなたはちゃんとやっていけるって話すのね。それ土地じゃない、家じゃない、自分が決めたところ。で、ちゃんとやっていけるって思ったから、自分は送り出せたって。だからあなたも私にそうしなさいって。どこにいたって幸せに なれるし、私もあなたに同じことをしたんだから、あなたも私にそうしていいのよって。かわいそうと思わないでって。どこでだって幸せになれる。そして、あなたがちゃんと調べてくれた施設やから、緑は景色がいいところなんですけど、すごい気持ちがあって。お家にいたら、やっぱりいろんなこと心配しないといけないし、私があなたのことを大事に思うように、妹さんになって幸せになってもらいたいし、エリコさんが自分が何もできないって、やりたいことやれないって思うと同じで、自分が負担をかけてるっていうのがあって、自分が苦しいわけやから、それがないっていうのだって幸せ。そういう見方だってできるってこと。自分の世話で、妹の一生を使ってしまうんじゃなくて、私は施設にちゃんと入って、妹の人生を生きる。それだって私の幸せなわけやから。そういう見方だってある。だから、施設に入るっていうことが、別に不幸ではない。私にとったらね。だから、その考え方があるとか、もうどこでも幸せになれるっていう、私の力を信じてね、私があなたを送り出したように、あなたも私を送り出していいのよって。だから、こう、お互いを信じる。私はここで幸せになる。私を施設に入れたあなたも幸せになれるっていうのを、私も信じてるって。私があなたを、お嫁さんにね、送り出したように、あなたの力を信じる。だから、お互いにそれを信じればいいって。それが人生っていうか、それが学び、ここに来た意味っていうか。自分が思った以外のやり方があって、それを自分もやる。そして相手もする。それをお互いちゃんと信頼して、お互いに送り出す。っていうやり方があるよねって。わかるよねって。お母さんが、エリコさんに喋りかけてます。エリコさんが泣いてます。まだごめんねって思ってるみたい。ちょっと、ごめんねって。エリコさんが、ちょっと膝をついて、こうやって泣いてるんですけど、でもそう思う必要はないよって。お母さんが今背中さすってて、お母さんにも、あなたたちの幸せを思うっていうやり方があるから、施設に入るということが、もし娘の負担の軽減になるんやったら、それは私の幸せやし、そういう見方もあるって。視点を変える。それが、海から出る方法というか、お互いに幸せになる方法じゃないのって。だからもう悪いと思わなくていいし、自分のやりたかった方法にこだわる必要もないし、そこから離れて、私もあなたも幸せになる道をお互いに行きましょうねって。もういいのよって。あんま
てもちゃんとミリコさんが3人をギュッとしたっていうのはちゃんと分かってる。でもそのおめえを本当はお母さんはもっとギュッとしてて、もっと起きないでお母さんはミリコさんとか妹さんのことを思ってたから、その視点でものを考えてって、それが幸せになる道だし、もうちょっとこう自分を許してあげてほしいみたいな感じ。やりたくできないっていう自分を解放してあげる。だから結局海の底の世界を作ってたのはエリコさんなんですね。それを気がついて視点を変えて海の上に上がる、でもそれができるのをちゃんと信じてる。だからあなたも私を信じなさいって、でお母さんはずっとエリコさんの背中さすってて、エリコさんは子供みたいに泣いてて、やっぱりお母さんやなって今思ってるみたい。エリコさんの方が若いし体力もあるわけやしね。だからこれからは長女の自分が親を見ていくっていうので自分がしないといけないとか思ってたけど、でもやっぱり今ここに来てそのお部屋でねエリコさんが泣いてるのを背中をずっとさすってて、もっと起きないでエリコさんのことを見てくれてるお母さんがいて、やっぱりお母さんやなって、やっぱり親やなって思ってるみたい。今お母さんがエリコさんをこう抱きしめて愛してるよって言ってます。どんな状況もエリコさんも愛してるって、親のためを思って必死に泣きながら血を探してるあなたも、やりたいけどやれないって思ってるあなたも、お互いのためお母さんのためと思って考え方を変えようとしてるあなたも、自分が思いよりに手助けできなかったっていうわーって泣いてるあなたも全部愛してるって。だから安心しなさい。でも覚えておいてほしいのは、あなたが笑っていることこそが私の幸せやから、本当はあなたのままでいけばいいのよって言ってます。誇りに思うと思ってます。いろんなことが分かってて、その上でちゃんと三次元の問題にも取り組んでて、ちゃんと愛を持って考えてて、思い悩んで、それでもちゃんと前向いてやって、こういう娘を誇りに思うって、それこそ生きるっていうことや。エリコさんのご両親や妹さんへの愛の気持ちに触れ、思わず涙してしまったわ。チャネリングのいいところは、自分が思わなかった考え方も教えてもらえるところかなって思います。お互いを信頼して、お互いが幸せになる道に進む、素敵なご家族やなと思ったわ。にゃんこも自分の進む道を信じ、楽しく歩んでいきたいと思います。いつになく真面目なにゃんこでした。今日もご視聴ありがとうございました。ではまたね。